東京工業大学、文部科学省が実施しているスーパーグローバル大学事業のトップ型指定校である。工業立国を模索する明治政府が専門技術の素養を備えた優れた職工長、工業教員の養成を目的に設立した学生下での最初の工業教育機関である東京職工学校を母体とする。現在は伝統的な理工学に加え、 情報系、バイオ系、社会、経営系をカバーする、理工系総合大学となっている。教員及び卒業生により、テレビの発明、2009年 IEE マイルストーン、磁気記憶材料フェライトの発明、2009年 IEE マイルストーン、ビタミン B2 の合成技術の開発、電気を通すプラスチックの発見、2000年、ノーベル科学賞、 光ファイバー通信技術の開発など、現代社会の基盤となる技術が継続的に生み出されている。教育面では、基礎科学を重視するとともに、学内に世界文明センターを設置し、文化、芸術も学べるようにするなど、創造性の開発に力を入れていると言える世界文明センターは2016年3月閉鎖。2006年4月、 日本国内最速となるスーパーコンピュータツバメを稼働させ2007年当時アジア1位教育や研究に無料ないし低い利用量で提供するとともに日本の大学としては初めて学部学生でも研究やレポートの作成用として自由に利用できるようにしたまたこのスパコンを利用した教育活用としてスパーコンピューティングプログラミングコンテストが開催されている A. タイムズ神系の教育専門誌、タイムズ、ハイアーエデュケーションによる世界大学ランキングでは毎年上位にランクされている。2018年は第251から300位、アジア第28位、国内第3位だった。創立年は東京職工学校が設立された1881年、明治14年とされている。 さらに源流を遡れば、1874年、明治7年に、ゴットフリード・ワグネルの震源によって、東京改正学校の中に設置された、作学教場に行き着く。東京職工学校は1881年、明治14年5月26日に創設され、1882年、明治15年6月10日門部長より、東京市浅草区前東片町に、 浅草文庫の建屋を交付され、校舎新築の工事を起こした。明治初期の工業教育機関は、工部大学校、東京大学工学部の前身と、東京職工学校の2校だけであった。前者が、イギリス人をスタッフに迎え、鉱山、土木、電信など、国土経営に関する指導者要請を目指したのに対し、校舎は、英独仏の大陸欧州諸国の技術教育に、 関する調査に基づき、手島聖一ら日本人によって構想され、製造現場及び工業教育の指導者要請を目的として科学工芸家及び機械工芸科の2科で発足した。その後、学科課程の文化拡充を経て、東京高等工業学校となり、その所在地から長く、倉前と称された。1923年、 関東大震災により壊滅的被害を受けたのを機に、市外の東京府江原軍大岡山にわたる。1929年の旧官立大学昇格時には、工学系八学科に加え理学系四教室を設置した。太平洋戦争後の1949年、新生大学へ移行。戦後も拡充を続け、2004年に国立大学法人となった。 2018年には指定国立大学法人となる、つばめと窓。甲の文字を窓に見立て、だよ、つばめの形にデザインした。当時東京美術学校教授だった、堀新人が1948年に図案化した。スクールカラーは、ロイヤルブルー、ディックカラーガイドの641番で指定される色、系統式名、濃い紫身の青。 2004年に正式に定められた。参考値であるが、RGB 値で指定する場合は、RGB イコール、0、83,150である。現在の大学科は1957年に制定された、三好達治作詞、諸井三郎作曲の東京工業大学科で4番からなる。宿典、入学式、卒業式などで使用される。 管弦楽団の伴奏で、混声合唱団コールクライネスにより演奏される。東京工業大学学生か、大家チリシク岡があるが、現在ではほとんど歌われない。三学部、六大学院研究科を、2016年4月に六、学院に再編。学士課程の一年生は、大学入試出願時に選択した類に所属する。二年目に K を選択。 修士課程以降はさらにコースを選択し、専門性を深めることになる。2019年入学生以降は、類制度が廃止され、大学入試出願時には学院を選択し、そこに所属する。学部1年生は、大学入試出願時に選択した単位に所属する。2年次から1年次の成績順に希望する学科に振り分けられる。研究室配属は4年生からである。 21世紀 COE プログラムの採択数は12件だった。グローバル COE プログラムでは、平成19年度から21年度まで合わせて9件が採択されている。敷地面積は244,643メートル。大岡山キャンパスは、中心の大岡山地区、高道の下を通るトンネルの南側にある石川大、地区、大田区。 東急線の線路を挟んで北側にある緑ヶ丘地区の三つに大きく分けられる。正門を入ると桜並木が連なる。その正面にある本館は関東大震災の教訓から非常に豪険な造りとなっている。体育館の裏手に位置するグラウンドは区徳の境界にあたり、バッターボックスの右が大田区、左が目黒区である。また、 学内の東急線上に架かる立教は東京富士見坂に指定されており空気の澄んだ冬には富士山を見ることができる。敷地面積は225,244メートル。キャンパスの中心に位置する学内通称加藤山周辺は学生たちの憩いの場ともなっている。2001年5月25日に長津田キャンパスから現名省へ改称した。 鈴鹿けの名は東大学名誉教授であった谷口治が学問と関係の深い植物ということで、プラトンが解説したアカデミアに多く植えられていたという鈴鹿けの木、プラタナスを駅名とすることを学内で提案。賛成が得られたため、大学として東京急行電鉄へ要望を実施したという抜きがある。 敷地面積は23,223.15メートル2016年に定められた30可燃計画により再開発計画の検討が進められている。この再開発では地上32階建て、地上24階建て、地上9階建ての3棟、総延べ18万メートルの高層ビルを建設し、研究スペースの拡充と山岳間連携。 国際化拠点を整備することが目的とされた。付属高校は大岡山キャンパスへ移転することが計画されている。一橋大学、東京医科歯科大学、東京外国語大学との4大学で、4大学連合検証を2001年、平成13年3月15日に締結、相互教育研究プログラムを展開している。2018年9月時点。 2018年9月時点、世界35の国、地域に1 4 6機関との部局間協定に加え、1つのコンソーシアムを形成、4つの大学院協定を締結している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。